実際僕が見てる感じだと、がんが広がってる感じはします。ただ日本だと、治らないと思うんですよ。今日は、はい。スマップ、なんかお休みしてるそうで、どうしちゃったんだろうと思って。基本、週刊誌の人とかが言ってて、まあ、ニュースでは流れてないんですけども、以上、がんだよねっていう話にはなって、出ますよね。そうなんだ。はい。まあ、これ一部、報道されてないですよ。うん、が、週刊誌情報で言うと、うん、まあ、盲腸がんだったのを、一応、まあ、とりあえず、手術を終えて、復帰がんじゃなかったから、変異もあったんじゃないかとか、いろいろそういうことが言われていて、うん、まあ、一回復帰したんだけども、その後の、まあ、体のね、いわゆる調子が良くなくて、ちゃんと休んだ方がいいよねっていう一応定義にはなってるんですよ。もう実際僕が見てる感じだと、がんが広がってる感じはします。そうなんだ。今はその全身にね、転移というよりは、いわゆるリンパ節、僕が見る感じですよ。の方に今行ってて、取り除く。手術をしているのかなっていう感覚はしてますね。そうなんだ。ただ日本だと、治らないと思うんですよ。僕の感覚では。ただ彼はやっぱりもうすごいその責任感強いですし、当然今、ジャニーズ事務所でもなくて自分の事務所でやってますから、まあいきなり仕事を全部休むと、ぶっちゃけ話として切られちゃうとかね、自分の番組とかもあるし、まあいろんなことがあって休めない。と思うんですよ。だからまあ復帰はしてくると思うんですね。来月の一応頭ぐらいに復帰する予定なんですね。今の発表、本人が発表する段階では。ですが多分復帰してくるけれども、またちょっと持たずに休んじゃうかなっていう感じがしますね。体力も相当今落ちてるような感じ。そうなんですよね。落ちてるんですよね。だからもう前の段階でもうだいぶ首も痩せてしまって、もうこの胸元も全部痩せすぎてしまって、一回復帰した時にね。そういう映像も僕見ましたけども、だいぶ過酷だったんだなっていう感じはします。海外に行けばね、あまりこれ詳しくは言えないですけども、今海外だと癌をある程度治せる技術が出てきてるので、まあ海外に行かれて、ちゃんと治療すれば治るのかな、今の段階ではっていう感じはしますね。だから、ぜひ中井さんも無理せずにね。多分中井さんレベルであれば、一回でも休んで、たとえ半年仕事が止まったとしても、僕は、皆さん待ってると思うんですよね。そうですね。日本の国民っていうのは。中井さんやっぱりそういう意味でも、茶の間のやっぱりスターというか、皆さんの生活の中に入ってる方なので、やっぱ我々と同じ藤沢市でもありますからね。ぜひね、応援してるんでね、ここは無理せずに、これもし見ていたら、休んでいただけたらなというふうに思いますね。運勢的に見たら中井さんってどんな感じですか？悪くないですよ。悪くないんですけども、まあ逆に今までのマイナスが出ちゃったかな。要するにジャニーズ事務所のごたごたもあったじゃないですか。まあ、SMAP のね、いわゆる解散から独立問題、で最終的に本当はもしかするとみんなで出たかったと思うんですよ。でもやっぱりそのジャニーさんのその問題だったりとか、しがみの中にいて、最終的に自分が責任を取って、まあリーダーですから、残った形だったと思うんですね、その時は。で、今になって今度また、滝こと滝沢さん、もう、お辞めになって、副社長だったのかな、お辞めになって、それで今、ジャニーズ事務所も、どんどん人が辞めていって、崩壊に向かってるじゃないですか。そういうことも含めて、ドバドバドバーっと彼の中でも、たまりにたまったものが出てったのかなっていう気はしますよね。そしたらもうね、本当に多分、こう休むっていうことを今までずっとしたことがない方だからね、なかなかこう焦りが出て、しっかり休めないと思うんですけど、本当にね、これを機会に、本当に元気になって戻ってきてほしいですよね。スマップが出た当時って、スマップってもちろんそのいわゆる光芸人さんとかのね、バックで踊ってたんですけども、そうなんですね。そうです、そうです。で、その当時のね、いわゆるアイドル時代ってすごく大変だったんですよ、実は。アイドルのね、氷河期で。で、アイドルってもう男性アイドル売れないよねって言われてた時代に、スマップってその元々スポーツと、音楽を融合させたグループってことで、スマップって名前ついてるんですよ。そうだったんだ。知らなかった。スポーツと音楽みたいな感じで、
まあ、混ぜようっていうところから、まあ、そのジャニーさん考えたんですけども、うん、まあ、いろいろ本人たちも考えて試行錯誤した上で、うん、まあ、バラエティの中に入ってきましたね。ね、すごかったですよね。あの、うん、本当に一世風靡してましたもんね。料理作ったりとかね。はい、やってたね。僕はあの、香取慎吾君なんか一番年下で、うん、とっても大変だったと思いますよ。だから12、3歳ぐらいからもう多分踊ってたんじゃないかな。すごいね。一番最年少で入ってきて、で、睡眠も3時間当たり前とかっていうのをずっとやっぱり若い時からやってきていて、今のいわゆるバラエティっていうのの基礎を作っているし、はい、関西芸人とか今いろんな人たちが東京でバラエティ出てますけども、はい、そのやっぱし礎っていうか、まあほら、芸人さんといわゆるタレントさんとか歌手とか一緒にね、はい、番組やったりとかする最初ってスマップだったと思うので、やはりビストロスマップとかで、あの、ご招待したりとかしてね、その功績はすごく大きいと思うんですよ。ね、まあ、木村さん、木村さんの形で出てるし、うん、他のね、あの、3人の方々も、うん、あの、活躍してますけど、やはりリーダーで、最後の最後まで責任を取ってね、もう来られてた。そしてその後、まあ、独立した後もね、スワップっていうところの、やっぱり、うん、まあ、もう重責というか、いわゆる看板をね、背負って頑張っていた、やっぱり、中居くんなんで、ぜひそこは頑張ってほしいですよね。でも頑張ってほしいんですけど、無理な頑張り方じゃなくて、うん、逆に今もしかしたら神様がくれたね、休息、うん、かもしれないですよ。休まない方なんで、とにかく休まないから、あとはやっぱりね、ああいう職業なんで、相当お酒飲まれると思うんですよ。僕も聞いたことあるんですけど、結構病院よりお酒飲むっていうタイプみたいで、ストレスになっちゃうのね。だからやはりそういう今までの芸能界の悪習じゃないけど、うん、今までの流れで来ていて、一回止めましょうっていう時が来てると思うんですね。で、これだけやっぱり愛された人ですし、うん、まだまだ役割がある方なので、僕は簡単に亡くならないと思ってるし、もちろんね、元気でまだ復活するということは確信しているので、この期間に無理せずに、無理すると長引いてしまうので、しっかり休んで、その中で、まあ、お酒抜きしたりとか、で、逆に今後の自分の人生について、一回ゆっくり考えてみるっていうことも大事だと思うんですよ。休んだからといって、その、中居君の場所がなくなるとかね、皆さんの記憶とか生活から消えるってことは絶対ないので、僕はもう思い切って半年とか休んで、一年でもいいですよ。ダウンタウンの松本さんとか親友ですから。あ、そうなんだ。そうそうそう。クリスマスパーティー一緒にやろうなとかっていうふうに言う、ツイッターでつぶやいてましたけど、松本さんも誘わないで。誘わせないでくださいよ。そうしないと。誘わないで。うん、まあ、そういうのまた男気感じる人なんですよ。とにかく気遣いの人なんで、例えば番組とかあるともうスタッフ全部お弁当持ってきたりとかそういう人なんで、もうね、年から年中気を使ってきたと思うんですよね。今度は逆に自分のことを気を使うタイミングにね、してあげてもいいと思います。だからぜひ皆さん、ここはね、この動画見てる皆さんも一緒にね、中居君頑張れっていうことで、だけど無理せずゆっくり休んでください。そしてみんな待ってますから、体をすっかり休めて、心も休めて、また元気な顔で帰ってきてくださいってことをね、皆さん一緒にね、願ってくれたら嬉しいと思います。うん、